山で遭難した時の救助などヘリコプターで空から救助にあたる警察の精鋭レンジャー部隊についてです。この春7人の隊員が新たに任命されました。命を懸けて救助に向かうため過酷な訓練に挑む新人隊員に密着しました。上空から人命を救助する。もうちょっとですよ、もうちょっと、待ってくださいね。一刻を争う緊急事態。もうちょっと、もうちょっと。山岳遭難や災害現場で救助に当たる県警のレンジャー部隊。はい、じゃあ、レンジャー、頑張れ、レンジャー。求められる強靭な体力と精神力。一人前の隊員になるため過酷な訓練に臨む新人隊員に密着しました。この春新潟県警のレンジャー部隊に選ばれた7人の新人隊員。警察官になって4年目の戸賀匠隊員24歳です。交番勤務を経てこの春夢だったレンジャー隊のスタートラインに立ちました。警察になった時から機動隊のレンジャー部隊に入るっていうのが私の夢だったので、晴れてその念願だったレンジャー部隊になれてとても光栄に思っています。レンジャー部隊として初めての訓練。体力強化や救助の仕方など1ヶ月の厳しい訓練を経て認められれば山岳救助などの現場に出られます。この日は担架やハーネスなどヘリコプターで救助する際の装備品の使い方を学びます。想定開始。担架を素早く組み立て救助に入る先輩に対し、なかなか組み立てられない新人の戸賀隊員。急げるとこ、急げるとこ。じゃあこれから定着していきますので、はい、まず手を万歳してください。はい、1分50。先に作業を終えた先輩に対し戸賀隊員は、行きました。はい、3分22。その差およそ1分半。さらにテンションかけるとなんかほらここがかかってるテンションなんか、はい、分かるじゃん。はい、これ最後1分1秒を争うレンジャー隊員。一つのミスが大切な命に関わる。指導にも熱が入ります。でこれでまた一からやると今の実力だと、まあ、倍の時間かかるってことでしょ。でそれだけもう救助する時間がなくなる。でヘリの燃料もなくなる。もう最悪ピックアップできませんでした、何ために降りたのってなるから、ミスするのはしょうがないけどミスに気づけないのが、まあ、問題だから、了解、一個一個正確に組み立てをやってください。了解。先輩の技術やっぱ早くて、でなおかつとても的確に行っていたっていうところで、やっぱり、はい、いち早く先輩に追いつけるように私も一層努力していかなきゃなと思います。これは今年3月湯沢町の山中でバックカントリースキーをしていて遭難した男性を救助した映像。新潟県警察です。腕が誰ですか？分かりました。レンジャー隊は航空隊と連携し、地上から接近できない山中や孤立した被災地にヘリコプターで駆けつけて救助を行います。もう上がりますからね、安心してください。常に危険と隣り合わせ、隊員も命を懸けて救助します。出動する件数は年間およそ130件。春の山菜採りに、夏は登山中の熱中症、冬はバックカントリースキーによる遭難など、県内の出動件数は長野、北海道に次ぎ全国3番目の多さです。県内4200人の警察官のうち、レンジャー部隊は20人。体力や精神力に加え、
過酷な訓練を経たまさに精鋭部隊です。その精鋭部隊の訓練はどれほど厳しいのか、記者も特別に参加させてもらいました。ランニングから始まり休みなく続く訓練。当然記者はついていくことができません。人命救助のため妥協は許されません。要求を助けるなと諦めない気持ちはもちろんのこと、体力、基礎体力もやはり人並み以上の体力がないと過酷な現場で活動できませんので、気持ちと体力、この2つが求められる資質かなと思います。この春レンジャー隊に選ばれた富樫隊員、先月実際にヘリコプターから救助する訓練が行われました。自分だって今ヘルメット多分緩いけど、すごいバックルがスパン、スパン抜けるぞ、すごい、うん、あ、今あえてやってるの、いや、もともとそういうのもお互いに常に、まあ、現場行けば一人だからね。訓練は山で遭難者が出た想定、担架でけが人を助けようとしますが、他の隊員との連携がうまくいかず時間がかかってしまいます。最後の想定、担架の想定、松本と富樫やってもらったけど、富樫あれ降りるとき分かってた、次何にするか、はい、降りてから何にするか方針とか分かってた、始まる前に松本と若干の打ち合わせをしてたのでなんとなくは分かったんですけど、まあ、詳しいところまではちょっと入ってこなかったかな。どういう方針やるのか一つしてから発動してください。了解、了解、了解、それだけ午後。訓練が始まって1ヶ月、これまでの訓練を上官に最終チェックしてもらう集大成となる1日です。レンジャー隊の一員として認められれば現場に出ることができるようになります。緊張する部分はありますけども、まあ、この1ヶ月間、やってきたことを、しっかり発揮できるように頑張りたいと思います。ヘリで降下して怪我人を保護して救助する訓練、安全に行えるのか、精鋭部隊として命を守ることができるのか。富樫隊員、ミスなく1ヶ月の訓練の成果を発揮できました。一人前のレンジャーとして認められた7人の新人隊員、その胸には隊員の証、航空レンジャー記章が光ります。まあ、レンジャー隊員を希望していてもやっぱり慣れなかった同期もいますので、その人たちの思いも一緒に乗せて、これからもレンジャー隊員として頑張っていきたいと思ってます。レンジャー隊としてスタートを切った新人隊員たち、一人でも多くの命を救うため厳しい環境での救助に向かいます。いや、もちろん私たち気をつけて山に入らなければいけませんし、レンジャー隊の皆さんには一人でも多くの命を救ってほしいですね。以上特集でした。